土曜はお昼で学校とバイバイ、ボーリングセンターで割りかしイカした子を三人捕まえ一つずつ、ピーナッツおせんべいチョコレート買ってあげたの。帰りは暗くなったので駅まで三人揃えて送ってあげたの。いけませんよとママは言うの、あたしは大人よ。姉さんの恋人日曜に内緒で誘って二人で銀座をお散歩したの。あたしはとっても楽しくて、彼はちっとも浮かぬ顔、どうしてだろうね。二人でジュースとエビフライ食べたの。素敵な夜ねと言ったら黙って笑って頭を撫でてくれた。あたしは大人よ。